さあ、始まりました。本日も午後のリップルチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、10月5日15時48分 YouTube 録画しております。今日もコインポストの記事からいくつかですね、気になる記事がありましたのでご紹介させていただきたいなと思っております。まずデジタル庁 Web3 研究会初会合を実施したということなんですけども、詳しくはね、記事見ていただければなと思います。それからイーロン・マスクさんのまた記事が出てるんですけども、イーロン・マスク氏 Twitter 社の買収再開へということですね。またこちらも興味深いニュースかなと思っております。それからスイスのね、ルガーノ市というところがあるんですけども、マクドナルドで仮想通貨の決済を開始したということですね。ちょっとこちらも注意深い、興味ある記事だったので、ちょっとこちら見ていきたいと思いますね。まあ、マクドナルドがね、やっぱりこう、ビットコインとかで買えるようになると、ちょっと大きな、決済方法としての一つ選択肢が増えるということなんで、ちょっと楽しみじゃないかなと思います。テザーとスイスのルガーノ市の共同イニシアティブは4日、暗号資産などの決済サービスを提供するゴークリプト社との協業を発表したということなんですけども、ビットコイン、それからテザー、そしてスイスフランレンドのステーブルコインによる決済を正式にルガーノ市で導入することを目指しているということなんですけども、マクドナルドやアートギャラリーなどに決済した後、導入した後ですね、今後25日間でさらに導入店舗を増やす予定で、まあ、例えば、まあ、スターバックスとかですね、こういうところでもということなんだと思うんですけども、2023年末までに2500兆の店舗に3銘柄の決済を導入する計画だということなんで、非常に楽しみですね。やっぱり仮想通貨っていうのは使われたり、それからね、まあ、上場したりとか、それからそういうことでね、安定してくるということがあるので、まあ、今回のこのルガーノ市ですか、これでね、マクドナルドで使われるということになってくると、ちょっと面白い展開になってくる可能性あるので、まあ、今後のね、ちょっと期待できるニュースなんじゃないかなと思って、今回こちらを取り上げてみました。それではトップの方にちょっと戻って、仮想通貨のね、今日の動きなんですけども、ちょっといくつか見ていきたいと思います。まずビットコインから今日ちょっと見ていきたいと思うんですけども、ビットコインが291万4000円ぐらいということで、まあ、今日だいたい 1.7% 上昇しております。それからイーサリアムが19万4000円ぐらいということで、こちらが 1.3% 上昇しております。それからシンボルですね、こちらが 5.43 ということで、こちらは 0.19% 上昇ということで、まあ、小幅高というところでしょうかね。まあ、ということでね、XRP のね、ちょっとチャート分析は、今回日足、それから週足、月足という形で見ていきたいと思います。ちょっと動きがありましたのでね、ちょっと見ていきたいと思っております。仮想通貨全体のエリアマップになってますけども、今日リップルですね、緑の濃いグリーンになっているのが見えると思います。まあ、他にもね、同時コインとかが今日上がってるみたいなんですけども、XRP にそれではですね、ちょっと見ていきたいと思います。XRP 6.5% ということで、急に動揺ついてきた感じなんですよね。ちょっと見ていきたいと思います。今、日本円で大体 70.1 円ぐらいまで来ているということなんで、まあ、70円超えね、またちょっと久しぶりかなというところで、ちょっと大きなね、上昇になってきたのかなというところなんですけども、これ、冷やしチャートですね、70.168 まで上がってきております。非常にね、軽快な感じでいいと思いますし、まあ、今後のね、リップルに期待できるんじゃないかなと思います。まあ、アメリカ株式がね、こう、2日連続で大幅続伸してましたので、まあ、ちょっとその影響もあるかなとは思うんですけど、ビックス指数とかも下落してましたしね、まあ、そういう影響もあるかとは思うんですが、まあ、単体と見て、してみてもですね、ビットコインなどが 1.7% ぐらい上がっている中で、アルトコイン、イーサリアムね、そんなに 1% ぐらいなんですが、リップル 6% 上がっているということを考えると、ちょっとやっぱりリップルに対して期待を持たれている方が増えてきたんじゃないかなというところですね。確かに反応を見てもね、リップルの反応は、仮想通貨のチャート分析見てもですね、かなり強いものがありますし、まあ、今後のね、リップルの高値更新に期待できるかもしれませんね。はい、これ1週間のチャートなんですけども、今見ていきますと非常にですね、小幅高というところかなと思ってたんですけども、結構大きく上昇してきました。1週間のチャートを見ても、まあ、ちょっと高値をね、ブレイクして感じなので、ちょっと今後のね、リップル明日からもまた期待できるんじゃないかなと思っております。それから最後に月足チャートですね。これいつも大事だよって言ってるんですけども、ここも向きがね、反転してきてますので、ちょっと大きくね、動きがありました。
今61円から76円で動いてるんですけども、向きが76円の方に向き始めたのはここ2、3日ぶりなんですね。なのでちょっと76円をブレイクできる可能性がまた出てきたんじゃないかなと思っているので、76円超えてくるとですね、80円とか90円とかそれこそ100円台の壁がね見えてくるかもしれませんので、ちょっと今後のリップルにさらなる期待が持たれてくるかもしれませんね。まあちょっとその辺はどうなるかわからないんですけども、アメリカ市場がね、またちょっと強く戻せてくればですね、まあちょっとそのぐらい76円、それから80円ぐらいまで上がっていける可能性があるのかもしれませんね。まあちょっとこの辺のリップルに期待をしてしまうんですけども、あんまりね、ちょっと期待しすぎるのも良くないかなとは思うんですが、まあ、チャートを見てみると、今期待しても少しいいのかなというふうに、昨日までとはちょっと大きく違う展開になってきているので、まあ、今後のリップルに期待をしてみてもいいのかなというところはあります。はい、ということで今回はリップル最後のね、ちょっと月足を見てみたんですけども、まあ、月足を見るとね、やはりね、いい感じで上がってきているなというところが、確認できたかと思うんですが、まあ、ぜひですね、チャンネル登録いただいて、コメント欄の方にですね、ご自由に皆様のリップルに対する、まあ、批評だったりとか、コメントだったりとか、思いだったりとか、いろいろあると思いますので、まあ、ぜひですね、リップルに対して何かコメントある方は、ぜひ残していっていただければなと思っております。ということで、リップル最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございます。では、別のリップルのチャート分析でお会いできたらと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。